はい、こんにちは。じゃあ、理科の授業始めるよ。今回ね、物質の作りについてやっていく。で、今回の単元、物質の作りっていうのは、つまり、周りにあるものをね、細かく見ていって、要は顕微鏡とかで、ね、大きく拡大してね、とても小さなところまで見ていったら、どんなものがあるかっていうような、そういった単元になっている。で、これまず原子っていうものを覚えてほしいんだけど、これ何かって言ったら、物質を作る元となる最小の粒のことを原子というんだ。つまり、どんどん分けていって、もう本当に一番小さな最小の粒までいったもの、それを原子というふうに言う。だから原子はもうそれ以上分けられないんだ。原子を半分に割ったりとかはできない。で、新しくできたり他の原子に変わったりなくなったりしない。つまりもうそのままだということね。新しく原子がポコンと現れたり、ある原子が違う原子に、ね、なったり、もしくはその原子がなくなったり、そういうことはもうしないよと。で、次ね、種類によって大きさや質量が決まっている、これもそういうことね。何かの原子だと、それの大きさとか質量、つまり重さっていうのはもう原子によって決まってるんだ。で、これらをね、原子というんだけど、実はね、世の中にね、原子っていうものがね、発見されてるの。まあ、本当にね、100種類ぐらいしか発見されてないんだ。ね、何千何万という原子というのはないんだ。100種類程度しか発見されてない。で、その中の、まあ、例えば一部、ここに原子って書いてあるんだけど、例えばみんながよく知ってる水素原子って言われてるね、水素の原子っていうものがある。あと炭素の原子、それから窒素、ね、空気中に一番多く含まれている窒素という原子、あと酸素とか硫黄とかね、塩素とかね、こういった原子がさまざまある。他にもね、金属で言ったらアルミニウム、ナトリウム、マグネシウムとかね、カルシウムとか、鉄とか銅とかね、まあ銀とか金とかね、こういったものすべて原子と言われているものだ。で、世の中のものはそういった100種類程度の原子によって作られている。例えば、二酸化炭素っていうのは、酸素と炭素がこれが組み合わさってできたものだ。で、みんなが飲んでる水っていうのは、水素と酸素がくっついてできたものだ。だから、これらの原子、ね、まあこれはね、ほんの一部だよ。本当はまあ100ぐらいはあるんだけど、100ぐらいの原子から世の中のもの全てが作られていると。そういったわけだ。で、原子というのは、細かく見たらこういう感じになっている。で、真ん中に原子核というものがある。例えばこれ H だから、これまあ水素原子だとしよう。原子核というのが真ん中にでかくある。で、その周りを電子というものが、まあ、くるくる回っている。そんなイメージだ。で、原子核に対して電子というのはとても小さなものになる。要はとても軽いものになる。まあ、こういうイメージに原子というのは。これらが、100種類程度あると。で、例えば、この中の原子核が H じゃなくて O に変われば、これはまあ酸素原子ということになる。で、酸素原子になれば、この電子という、これね、水素の場合は1個。電子があるんだけど、酸素原子に変わればこの電子の数も変わってくる。こういった、ことになっている。いいかな。これがまず原子で、ちなみにだけど、ここ括弧書きでアルファベットが書いてあるよね。で、これが原子のね、記号になってくるんだけど、これ実は覚えなきゃいけない。うわ、大変だなと思うかもしれないんだけど、一個一個覚えていこう。例えば水素というのは H、 ここにも H があるというね。水素というのは H で表される。で、炭素は C。で、窒素は N。で、酸素は O。あとね、硫黄というのは S。まあちょっとね、なんかイメージしにくいかもしれないけど、硫黄というのは S。で、塩素というのはこれ2文字。Cl。で、2文字になったときは注意。はじめの文字は大文字で書く。で、2文字目は小文字で書く。Cl。それを塩素。これら全て覚えなきゃいけない。で、まだまだ一部だよ。他にもいっぱいある。アルミニウムっていうのは AL。アルミニウムだから AL ね。ナトリウムはナだから NA。マグネシウムはマグネシウムだから MG。マグネシウムね。カルシウムは CA。K じゃないからね。CA。
で、鉄とか銅ね、この辺にちょっとね、まあ、あの鉄っていう感じ、ないんだけど、FE ね。いいかな。ちょっとこれはもう本当に新たに覚えなきゃいけないんだけどね。銅というのは CU。この辺りちょっとややこしいよね。鉄は FE、銅は CU。他にもいろいろある。例えば銀というのは AG とかね。本当にね、いろいろあるから、これは一個一個覚えよう。これ本当に一部だからね。まあ最低限これだけぐらいは覚えていこうって、毎日ね。いいかな。ではね、次のページ行こう。で、これが今やったのが原子で、次やるのが分子。分子って何かって言ったら、原子が結びついてできた粒のことを分子という。で、さっき原子やったんだけど、実際に世の中にね、原子あれだけ、一つだけで、存在してるなんてことはない。大体はね、なんかくっついてできてるんだ。で、そのくっついてできた粒のことを分子というふうに言う。で、物質の性質を表す最小の単位であると。で、その下ちょっと読んでいくんだけど、まず物質の状態変化ではって書いてるけど、物質の状態変化って何のことか分かる？例えば水を蒸発させたら水蒸気になるよ。水から水蒸気に変わる。もしくは水を冷やしたら氷に変わるよ。つまり固体、気体、液体というふうに変わって変わる。それを状態変化と言った。その物質の状態変化では、分子の集まり方が変化するだけで、分子そのものは変化しないため、物質の性質自体は変わらないよってことだ。だから、水でも氷でも性質は変わらないよってことね。だから、物質の状態変化だけでは、さっきやったね、原子の記号であったり、今回やる分子の記号であったりするものは変わらない。で、一方、化学変化。これはちょっと変わってくる。化学変化では原子の組み合わせが変わるため別の物質ができるということだ。いいかな。で、分子には1種類の原子だけからできている分子もあれば、2種類以上の原子からできている分子というものもある。で、例えば1種類の原子だけからできている分子といったら、水素。水素というのは、Hさっきやったね、原子、水素原子は H だ。でも実際世の中には水素というのは実は一つだけでは存在せず、こうね、二つがこのようにくっついて存在するんだ。二つが一組になって存在する。だから分子って言われている。で、水素というのは、まあ、一応ね、後にも出てくるけど記号で書いておこう。H が二つくっついてるから H。数なんて言い方をする。ちなみに2は右下に小さく書く。これがルールだ。で、次ね、酸素。酸素も同じように O が1つだけで存在せず、これも2つ1組で存在する。だから酸素は O2 という言い方をする。で、窒素、これも全く同じ。たまたまね、2つずつの組み合わせが続いてるんだけど、窒素は、N で表せる。N2 ね。これが窒素というものだ。いいかな。というふうに、例えば水素原子だと、これ水素からしかできてないから、一種類の原子だけからできている物質ね。で、一方、こちら、2種類以上の原子からできている物質。例えば水。水って聞いたことあると思うんだけど、H2O なんて言い方するんだよね。H2O。これ何かって言ったら、O が、要はこれなんだけどね。赤い O があって、で、H が2つくっついている。これを水分子、水の分子っていうんだ。だから2種類以上、つまり H と O という2種類のものからできているから、2種類以上の原子からできている分子に含まれる。二酸化炭素、これも聞いたことあるかな。CO2 と言われている。これは炭素が1個に酸素が2つくっついている。炭素が1個に酸素がこういうふうな形で2つくっついている。それを二酸化炭素というふうに言う。アンモニア、これもね、NH3 というふうに、アンモニアね、N が1個に、N って窒素ね、窒素が1個に、H、つまり水素が3つくっついているのがアンモニアと言われているんだ。
いいかな。このように2種類以上の原子からできている分子もあれば1種類だけからできている分子というものもある。まあ、ただね、さっき言ったように原子が1個だけで存在するなんてことはないから、必ず何かね、くっついて存在しているんだ。で、1種類の原子からできている分子はこういうもので、2種類以上の原子からできている分子がこういうものだ、うん、いいかな。で、ちなみにね、くっついてできてるけど、じゃあ世の中が全て分子でできるか、できてるかって言ったらそういうわけでもない。例えば金属があってこれは分子にはならない。金属ってね、また後でもやるんだけど、例えばマグネシウムとかね、Mg っていうふうに表されてるんだけど、これは Mg というのがこういっぱい山ほどくっついてできている。これは別に分子というわけではない。たくさんの原子がくっついてできている。ただ原子1個だけだったら本当に目に見えないからね、こういっぱいいろいろなものがくっついてできていると。それがね、そういった物質もある。でまた一方こういうふうにね、分子みたいな感じで、存在する物質もあるっていうことね。いいかな。ではね、ちょっと次いくね、はい、ではね、次物質の種類分けをしていこう。まず純粋な物質と混合物というものがあります。でちょっと飛ばして、純粋な物質の中には単体と化合物がある。単体と化合物ね。で単体で言ったら、例えば水素、酸素、窒素、銅など、これが単体として存在している。つまりさっき言ったこれね、1種類の原子だけからできているもの、これが単体になる。で一方化合物って言ったらこちら、2種類以上の原子からできているものだから、ただね、さっき水はちょっと、これね、水とかね、化合物ね、水とか二酸化炭素とか、まあ、酸化銀になってるのが書いてあるんだけど、こういったものが化合物になってくる。いいかな。単体と化合物から一つの原子からできているものと二つ以上のものからできているものね。単体と化合物。で一方混合物というものもある。これ何かって言ったら、混合物というのは何個かが混ざり合ってできている。例えば空気。空気というのは窒素もあれば酸素もある。いろいろなものが混ざり合ってできているのが空気だ。食塩水というのは水もあれば食塩ね、塩も混ざっている。こういうふうに混ざり合っている。合金になってもそうね、いろいろな金属が混ざり合っている。こういったものは混合物と言われている。じゃあ化合物と混合物はどう違うのということなんだけど、化合物は例えば水、水って H2O、 つまり水素と酸素がくっついてできてるんだけど、じゃあ水素の性質水ってあるか、酸素の性質水ってあるかって言われたらないんだよね。それわかるかな、うん、水素と酸素がくっついて水ができるんだけど、水素とか酸素の性質自体はない。二酸化酸素もそう、二酸化炭素だから酸素が2つに炭素が1個くっついてできてるんだけど、でも酸素とか炭素の性質自体はない。二酸化炭素という全く別の性質になるんだよね。で一方混合物は違うんだよ。例えば空気、空気の中には酸素、窒素含まれてるよね。酸素の性質あるよ。だって空気中で物を燃やすと物燃えるもん。燃えるってことは酸素があるから燃えるんだよね。だから酸素の性質があるんだよ。食塩水だってしょ、食塩と水がくっついてるんだけど塩の性質あるよね。飲んだら塩からしょっぱいよね。だからこっち側は混ざり合っててそれぞれの性質があるんだよ。でも化合物っていうのはもう違う物質に変わっちゃってるっていうね。だから化合物と混合物全然違うよってことだ。いいかな。でじゃあ次ね、化学式。さっきねちょっと早まってやったんだけど、化学式、化学式って何かって言ったら、原子の記号と数字を使って表した式。さっき少しやったこういったものね、 H2O2 とかね、 H2OCO2 とかね、こういったものが化学式と言われている。で化学式のルールをちょっとね、一からやっていこう。まず1つ目、分子を作る物質の化学式はどうするか。分子、さっきやった分子を作る物質ね、これは分子を作っている原子の種類を原子の記号で表し、原子の数を右下に小さい数字で括弧1は省略するって書いてある。どういうことか、まあ、ちょっと文章で書くと難しいんだけど、まず原子の種類を原子の記号で表し、まあ、当たり前だけどね、例えば水素分子だと水素は H だから H っていうものを書く。で原子の数を右下に小さい数字で書く。
さっき水素って2つからできてるって言ったよね。わかるかな。水素っていうのは H が2つくっついてできてるんだ。ということはつまり HH なわけだ。ただ HH とは書かずに、ここに書いてあるように H2 っていう2つだよっていう2を右下に小さく書く。これがルールね。だから水素分子は H2 と言われている。で、水分子、水っていうのは O があって H がこういうふうにくっついてる、こういうな感じになるね。つまり記号で表したら H があって O があって H がある、まあ、こんな感じなんだよね。ただこういうふうには書かずに、H が2つと O が1個ということで H2O なんていうふうに書く。これはルールね。でちなみに1は省略する、つまり H2O1 とは書かない。で O が1個だから1でね、だからいそうだけど、これ H は省略するね。いいかな。これはもう単純にね、数学でも 1x って言わないよね。 x って言うよね。それと同じで1は省略する、これもルール。いいかな。これがまず分子を作る物質の化学質で、一方分子を作らないものもある。さっき少し説明したっていう金属なんていうのは分子を作らない。で1種類の原子が集まってできている単体は、その原子の記号で表し、さっきしたマグネシウム、そうだ、さっきマグネシウムの図書いたよね。 Mg がいっぱい集まってできてるんだ。で、その代表となる Mg というものを書く。これだけ。Mg が何個あるのかなって書かない。Mg とだけ書く。で、一方、2種類以上の原子が結びついてできている化合物は、それぞれの原子の数の比を原子の記号の右下に小さい数字で書く。で、1は省略する。例えば、酸化銅なんてものは、酸素と銅がくっついてできている。で酸素と銅が1対1でくっついてるから CuO、 が、ちなみに銅ね、 O が酸素で CuO1 対1だから、まあ、要は Cu1O1 みたいな感じ。ただ1は省略するから CuO とだけ書く。例えばね、これ化合物の化学式いっぱい書いてあるんだけど、例えば硫酸なんてものは H2SO4 なんて言うんだけど、これって水素が2つで硫黄が1個、酸素が4つがくっついたもの、化合物ですね。それを硫酸というふうに言う。このように、何個あるかっていうものを数字でここに書く。1は省略するけどね。でこういった化学式を作ることによって物質を作っている原子の種類とその数の比を知ることができる。例えば硫酸というのは水素と硫黄と酸素からできてるんだなっていう原子の種類分かるし、2対1対4っていう数の比も分かることができる。でまた単体か化合物かを知ることができる。例えば、まあ、マグネシウム1個だなとかね、酸化銅は銅と酸素がくっついてるからこれ化合物だなとかね、こういう単体か化合物かっていうのを知ることができるっていうね、こういった利点がある。でここに化合物の化学式、まあ、今回、ね、4つ例えば挙げたんだけど、ちょっと、ね、複雑になってくるんだけど、しっかり、これぐらいはまあ覚えてもいいかな。まあ、一応、ね、代表で挙げてみた。でちなみにだけど、これとてもあの覚えておいたら便利なんだけど、日本語読みと記号と実は反対に書くんだ。塩化水素って書いてるよね。まず記号で書くときは水素を先書く。水素って H。で、塩化っていうのを後につける。塩化は塩素がくっついてるってことだから、塩素っていうのは Cl だから HCl っていうふうに書く。塩化水素は HCl、 まあ硫酸の場合はねちょっとややこしいんだけど H2SO4。 塩化銅、まず銅を先に書く。銅というのは Cu だ。 Cu に塩化、つまりさっきと同じ塩素ね、これは、Cl だから CuCl2 っていうふうに書く。でこれも同じ。炭酸カルシウム、まず書くのはカルシウム。カルシウムは Ca。 その次に炭酸を書く。炭酸はねちょっと難しいんだけど CO3 っていうんだ。だから CaCO3 とか、だから後ろから順番に記号は書いていく。こういったルールもあるからね、これ覚えておくと結構非常に便利だ。いいかな。ちょっとね今回記号を覚えることたくさんあるんだけど、まあゆっくりでいいからね、一個一個覚えていこうね。
はい、では、ね、問題やっていこう。では問題の1番カッコ1からカッコの4番まで、ではね、ここで映像を一旦停止して始めてください。はい、いいかな。では1番から、物質を作る元となっている最小の粒を何というか。これは原子、原子、いいかな。では次には、化学変化でそれ以上分けられないのは原子と分子のどちらか。それ以上分けられないのは原子の方ね、これも原子。ちなみに分子は分けられるよ。例えば、水 H2O という分子がある。水分子ね、 H2O、 これは、電気分解することによって H2 と、まあ、O に、ね、分けることができる。ただ、まあ、ここまで覚えなくてもいいかもしれないんだけど、まあ、H2O、H2 と O に分けることができるんだけど、実は O というのは単体では存在しない。O も O2 で存在するんだよね。うん、となったら、ちょっとね、また今後の範囲になってくるんだけど、頭に2とかつけたりするんだよね。結局こういうような式になるんだけど、まあ2つの H2O がありますよ。それが、H2 が2つと O2 っていうのに変わります。ちょっとね、この頭につけるのは今は覚えなくていいよ。こういったルールがあるんだなっていうのぐらいね、ぼんやりと覚えておくぐらいで今はいい。また後になったらね、しっかり化学式についてやっていくからね。だからこういうふうに分子というのは、分けることができる。だからそれ以上分けられないのはこっちじゃなくて原子。では3番、次の物質は単体化合物、混合物のどれか。まず、水から。水っていうのはさっき H2O みたいにした通り、これは水素と酸素がくっついてる。だから単体ではないよね。じゃあ化合物、混合物どっちだ。水というのは水素とか酸素の性質あるかじゃないよね。水は水独自の性質がある。だから水は化合物だ。では次、二酸化炭素。二酸化炭素というのは単体化合物、混合物どれだ。これは CO2、 つまり C と O あるから単体ではないよね。じゃあどっち。二酸化炭素も化合物だ。で、3番、水素。これは H2。水素というのは H しかないから、これは単体だ。いいかな。あ、じゃあ、混合物ないけど、混合物ってどんなのか分かるかな。例えば、空気とかね。あと、水は水でも、水だったら化合物なんだけど、例えば海水だったら混合物だからね。いろんなものが混ざってるから。いいかな。じゃあ次、4番。金属は分子を作るか。これは答えは作らないよ。さっきに Mg とかあったよね。金属というのは分子を作らない。ただたくさんのものが集まってできている。いいかな。じゃあ次いくね。次、問題の2番、これも1番と2番ちょっとね難しいかもしれないんだけど、やってみようか。では映像を一旦停止して始めてください。はい、いいかな。では1番からやっていくよ。次の原子の記号を答えなさい。原子で答えるんだよね。じゃあまず水素というのは答えは H ね。水素原子は H ね、覚えてね。次、炭素。炭素は C で表すことができる。炭素は C。では次、酸素。酸素は O だ。だから二酸化炭素というのは CO2 というふうに言われている。では次、ナトリウム、ナって書いてあるんだ。NA。A は小文字ね。では次、硫黄。硫黄は S。S で表すことができる。じゃあ次、塩素。塩素は CL。L は小文字で表す。次、鉄。鉄は
FE だ。いいかな。じゃあ次、マグネシウム。マグネシウムはマグネシウムだから Mg だ。いいかな、ここまで。できたかな。じゃあ次、2番いこう。2番。次の化学式は何という物質を表すか。まず1番 CA って書いてる。これ何か、CA で、カっていうのね。カルシウムこれね。では2番 CO2。 これさっき言ったんだけどね、二酸化炭素。二酸化炭素。じゃあ次、3番 H2O。 これは水だね。4番 N2。 まあ平仮名かな、窒素。できたかな。じゃあ次、5番。この辺からね、やってないかもしれないんだけど、まあ分かるかな。 MgO。 Mg っていうのはマグネシウムだよね。で O は酸素で、記号と日本語は反対に書くってさっき言ったよね。だからこっちから先だ。酸素マグネシウム、これって何だ。酸化マグネシウムだ。酸化マグネシウム。やってなくても考えたら分かる。酸化マグネシウムね。で次、6番。 NA って何か言った。これナトリウムだよね。 CN っていうのはこれ塩素だ。で塩素ってさっきやった通り塩化っていうよね。で後ろから前だ。だから塩化ナトリウム。塩化ナトリウムね。次 O2。 これは分かんない。酸素で、あと最後ね、最後も分かったかな。 NH3。これはさっきみたいな感じではなかなか分からない。覚えてるかどうかな。これはアンモニアね。NH3 ね。できたかな。いいかな、できたかな。ちょっとね、こうやって化学式とか覚えるの大変だけど、まあ、一個一個ね、有名なものからしっかり覚えていこうね。はい。では、今日の授業はこれで終わります。